とりあえず状況説明だから。はい。道に迷った。それだけかい。いや、一番最初に見つけた村に行こうと思ったんだけど、道迷って気づいたら知らないとこにいて、もうそこに住むしかないと思って家を建てたん。そしてでも家建てたんだけど、もう周りに敵が多すぎて全然部屋の中で寝れなくて、ムカついたからベッドだけ持ってって違うところにベッド引いて寝ようとしてたら敵に襲撃されて死んじゃったん。そしたらまさかのベッドがない状態で死ぬと一番最初に戻るって知らなくて、気づいたら一番最初に戻ってた。でどうしようと思って前の座標だけ一応写メ撮っといたから向かったん。そしたら全く逆の方向にいて、今そこにある村に生活してる。それがさっき送られてきたやつね。イエス。なんで迎えに来て待ってるよ。うーそー、ちょっと待ってくれ。相当歩いたからね。マイナス100、だって今マイナス170でしょ。どうしよう。どうやっ多て分こいね、つ立てて、ちょベッド持って3っ日ぐと。らい歩いた。とりあえずベッドは持ってる。とりあえずベッド持ってるけど、3とりあえ日ず寝ぐらる。い歩いた。とりあえず寝る。ちょっと待って、倒すから。とりあえず寝る。夜を昼にする。もうひたすら歩いた。マジで？ひたすら泳いだ。ひたすら泳いだ。イルカと戯れた。で、やっぱ人類いろんなものを発見するんだなっていうのが今この村で行われてる。ちょ待って、寝る。寝ます、寝ます、寝ます。なんかわかんないけどこの村今人がいない。一匹も倒してないからね。最初はいたの。最初いたような気がする。それ襲撃食らったんじゃない？イエス。で、このシステムを全く知らないから、何が行われてるのか全くわからないし、ちょ待って、家が見、あ、あった、家が。寝ます、寝ます、寝ます。なんで迎えに来てください。わかりました。え、これって相当歩いた系？多分相当歩いた系だと思う。やっぱりか。まあ相当歩いたもんな。だってなんかもう戻りも戻れなくて。まあ、ちなみにむかえに来て、ここら辺の
やるべきことをやったら、家を建てたところに行くっていう。まさか戻るってこと？ 今度そこに連れてってっていうお願い。先は長いよ。すぎだよ。先長いかどうかちょっと分かんないんだけど。出た、廃屋。廃屋、廃屋。あ、へえ。竹、竹、竹、竹。ん？竹抜けた。竹林。竹、竹は後で。ちょっと竹、そのうちいっぱい取るから。とりあえず迎えに来て。でもこっちもっといっぱいあるから。もうこっち夢しか詰まってないから、多分びっくりすると思そうなの？う。もうそういうレベル。パンダいた。パンダはちょっと見たことないかな。歩きにくいとかそういうレベルじゃないよ。もう泳いできたから。相当いったよ。相当言ったのは分かってるよ。見て。くりぐらいするぐらいいったよ。もう引き返すの嫌になったもん。今どこらへん？今、マイナス242の64の2503。まだまだだな。人が道を迷うってこういうことなんだなって思った。あとやっぱ 2D しかできないのだなっていうのは実感した。要するに 3D はってことね。まあ最初から分かってたけど、身をもって感じて、自分で洞窟穴掘ってんだけど、もうどこにいるか分かってないから。まあだからこそこんな奇跡が起きるんだけどね。いやもう奇跡だよ本当に。何が？いやもう来ればわかる。そう。行ってみよう。もう奇跡でしかない。だから今一番最初のところ、その次の村、道に迷って家作ったところ、ここ多分全部含めればダイヤ30個ぐらいあるんじゃないかな。 っていうぐらいずっと掘り続けてたんだけど、奇跡が奇跡にいろんなところ移住しちゃうからさ、置きっぱなしなんだよね。回収しに行かないといけないじゃん。っていう感じ。ていう感じで。もうどうしていいかわからないわけだよ。だから助けに来てっていう。だからもうやろうとしてることができない。どういうこと？移住しちゃうから。ああ。移住してるから。これを作ろうって思ってんだけど、もうみんな邪魔するから。邪魔するんだ。いやもう邪魔だよ。目印を作っちゃうの、作ってんだけどな。今どれくらい？もう近いよ。
教えた座標が違ってたら終わるんだけど、でも多分合ってるはず。とりあえず村があるから、その村にいるから。もう着いたけ？大体。でもなんかちょっと待って、座標が若干違うぞ。ここでいいのかな？村人いるし。俺村人がいないんじゃなかったんか。あれ？あれ？あれ？まさか俺間違えた？ん？え、あの氷の山見える？ん？氷の山見える？氷の山？氷の山？ごめん、全然違った。あれ？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 あ、ごめん、全然違った。違うの？あれ、全然違うな。あれ、これ、ん？これ一体？全然違うじゃん。あれ、これ、あれ、これ何の座標だ？これあれだ、砂漠。まさか そこさ、ピラミッドあった？ピラミッドあったかな。あ、そこね、ピラミッドあったからシャル取ったんだった、忘れてた。おーい。ごめん、あの今それあの画像を見てって今思った。あって思った。ごめんごめん、あの悪気ないんだって。ちょっと待って、とりあえず寝るわ。ちょっと待って寝ます。あ、全然違うのだね。うん、あれ X 軸が1000以上違うじゃねえか。あ、そこ砂漠だ。そうだ。まあいいや。あの、そこも行こうと思ったんだけど、そこピラミッドあった。え、だからだっけ。ピラミッドっぽいのがなんか。中入ったら、なんか縞模様の床があって、うん、怖いから逃げてきた。ちょっとため息つくなって。ため息つくなって。ピラミッドと変な洋館っていうか、なんか宮殿みたいなのを発見したもん。サボテンもあったもん。サボテンね、砂のところにしか生えないんだっけ、砂漠なんて。あ、そうなんだ。確か。ああ、また泳ぐのか。そうだよ。はあ。なかなかの。タコとか、タラカス。タコ？イカじゃねえか。あれ、イカなんだ。でも、炭出してたよ。イカ炭。あ、イカだ。なんかトロフィーもらった。でしょ、なんか7つの海の航海者、それトロフィーのために泳がしてあげてるんだよ。まあ海に来てもらっといて何を言ってるんだ。すげえ上から目線っていう。まあこれも冒険だよ。ああねー、砂漠だ、また砂漠だ。もう砂漠しかないんだよ、ひたすら砂漠だから。これちょっと待って、どうしよう。何が？この断崖絶壁登るんだよ。登ったもんで、降りたもん。
横の崖の下の海をひたすら渡ったような渡んなかったような。はあ、なんだこの家、すげえなこの村。もう着いたん？なんちゅうところに畑があるんだこれ。全然違うとこ行った。はあ、すごいな。なるほどね。なんかあの感心してる前に来てほしいんですけど。来たよ。村に。はあ、すごいな。もうここに住もうぜ。立地的にここに住もうぜ。おいた。おいた。おいた。おお。友よ。友よ。そろ